今日はマモルを連れて爪切りに来た。ミヨコの長い長い爪は、フェレットは爪が伸びるのが結構早いと思います。ここまで鬼爪になったのは理由があって、実は私マイコロ爪切りをミスってしまいました。その恐怖心で、どうしても爪が切れず、ここまで伸びてしまったのです。マモルごめんな。わ、あくびしてる。ということで今回はプロに伝授していただきます。フェレットの爪は猫と同様、半透明のところは切ってもいいのですが、赤いところは血管が通っていてとても痛がります。簡単そうに見えてこれ結構難しいんで、大概の飼い主はこれで爪切り恐怖症になるのです。うわ、美しい。ちょっと斜めに切ることもポイントです。次はポンコツが切っていきます。やめて、やめてくれ。巻き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 。フェレットの手はちいちょってちいちょって、切るのは難しいかもしれませんが、これも大事なお世話の一つ。恐怖心が伝わらないように堂々と切ってね。すごーい、いい感じじゃーん。耐えてくれてありがとうな、守る。ワンポイント。手足が縮まっちゃうフェレットは、ここをキュッと押すと手足が伸びるよ。安全に爪切りできるので、ぜひやってみてね。